風の声を聞け、やっぱり猫が好きなどで知られる室井茂さん。殺人事件の話なども話題ですが、どんな人なのか。室井茂さんについて、若い頃や本名、結婚や相手の長谷川和彦さんや子供のこと、大学や経歴などウィキプロフィールについて調べてみました。室井茂さんのプロフィール、名前室井茂、出身地富山県滑川市。生年月日、1958年10月22日。年齢、59歳、執筆時、身長、160センチメートル。血液型、O 型、学歴富山県立魚津高等学校卒業、早稲田大学社会学部中退。転職、女優、資格一級小型船舶免許、所属事務所ホットロード。室井茂さんは1959年富山県滑川市出身。地元の高校を卒業後、早稲田大学社会科学部に進学し、シネマ研究会に所属します。大森和樹監督、石井聡太外監督、坂本淳二監督らと共に自主映画で活躍し、自主映画の女王の異名を取ります。大学在学中の1981年に、村上春樹さん原作の映画、風の声を聞けで劇場映画デビューを果たします。室井茂さんの知名度を格段に上げたのは、1988年のコメディドラマ、やっぱり猫が好き、でした。同ドラマでは小林さとみさん、茂田井雅子さんと、恩田さん姉妹として共演。アドリブやハプニングがそのまま放送されるというスタイルが好評を博し、深夜枠ながら高い視聴率を誇りました。後ゴールデンへ移行。以後も人気女優として数多くのドラマや映画に出演。1995年には、居酒屋幽霊、94年、で、報知映画賞、日本アカデミー賞、キネマ旬報でそれぞれ最優秀助演女優賞を、ブルーリボン賞、毎日映画コンクールで女優助演賞などを獲得。助演のみならず、主演でも、1999年の映画、のど自慢で日本アカデミー賞優秀主演女優賞を獲得し、同作の役名、赤木玲子、名義でシングル、星取り涙をリリースしています。女優以外でも、ナレーションやバラエティ番組、声優などとして活躍。また、エッセイストとして1991年のムカつくぜを皮切りに、すっぴん魂シリーズをはじめとする数多くのエッセイを出版。さらに、絵本作家としても、長谷川義文さんと共著で、しげちゃん、ブリオなど多数の絵本を著すなど、多彩な活動を行っています。室井茂さんの本名。室井茂さんの本名についてですが、そのまま、室井茂になります。茂で、茂というのは、男の子の名前みたいですが、実際、室井茂さんも子供の頃はこの名前が嫌いだったみたいです。自分の名前について、絵本作家の長谷川義文さんと共著でこんな絵本を出しています。小さい頃、この茂という名前が嫌いだった。男の子の名前のようで、随分いじめられた。もし自分の名前がさゆりだったり、ももこだったり、すみれだったら、どんなに良かっただろう、そう無双した。そして、そんな女の子らしい名前に憧れた、しげちゃんは、お母さんに改名したいとお願いします。すると、両親は、なぜ、しげちゃんに、しげる、という名前をつけたのか、その名前に込めた願いをこう伝えます。楽しいことも、辛いことも、全部、栄養分、つまりは需要にするって意味だ。
起用のしげるで、しげる。その由来を聞いてから、次第に自分の名前が好きになっていった室井しげるさん。芸名をつけるときにいろいろ考えたものの、結局自分の本名が一番好きだということに気づいて、そのまま芸名にしたのだそうです。なお、この名前に関するこだわりは、室井しげるさんの結婚にも影響を与えているようです。次ページ、室井しげるさんの結婚について、相手は長谷川和彦さん、殺人事件って。室井しげるさんの結婚、旦那、子供は、室井しげるさんは法律上は結婚していませんが、30代の頃から映画監督の長谷川和彦さん、あだ名は五次さん、と事実婚の関係にあります。長谷川和彦さんは1946年1月5日広島県生まれで、室井しげるさんの13歳年上です。広島大学附属高校を経て東京大学文学部に進学し、在学中から今村翔平監督の下で助監督として働き始めます。大学は中退。以後、映画、青春の砂鉄、酔い待ち草、やドラマ、悪魔のようなあいつ、七人の刑事などで脚本家として、また、映画、青春の殺人者、太陽を盗んだ男、の監督としてその才能を高く評価されます。次回作が見たい映画監督ナンバーワンと言われ続けてきたものの、79年の監督作品、太陽を盗んだ男を最後に現在に至るまで新作は出しておらず。トラズの巨匠、火作の巨匠、というあだ名をつけられているのだそうです。さて、室井しげるさんは、長谷川和彦さん以前にも、何人か結婚を考えるほどの男性と交際していたものの、結婚には踏み切れなかったと言います。事実婚にとどまり結婚しない理由について、室井しげるさんは、小学生の頃、両親が離婚したこと。室井の名を継ぐのが自分だけであること、を挙げています。両親が離婚したとき、環境が大きく変わること以外にも、名前が変わるというのが嫌だったと振り返っています。実際、室井しげるさんは、離婚する両親にどちらと暮らすか選択を委ねられ、父親と暮らすことを選択しています。室井しげるさんの本名についてのエピソードもそうですが、室井しげるさんは人一倍ご自身の名前というものに思い入れがあるみたいですね。なお、二人の間に子供はいらっしゃらないようです。正式な婚姻関係ではないため子供を作らないのかと思いきや、長谷川和彦さんが過去に週刊誌で、できたらちゃんと育てると語っていたそうなので、そういうわけでもないようです。室井しげるさんの殺人事件って、室井しげるさんを検索すると、殺人事件という物騒な関連ワードが出てきます。ダウンタウンの松本人志さんが以前、今田耕司さんから聞いた話として、ガキツカで披露したことが話題になったようです。それによると、室井しげるさんが仕事に疲れてマンションに戻り、エレベーターが開くと、帽子を深くかぶった男がいました。気味が悪いと思ったものの、こんばんはと挨拶。しかし男は顔を隠したまま振りていき、ぶつかって、ごめんなさいと謝っても無視してそのまま去っていきました。変な人だな。と思って自室に戻ると、男とぶつかった部分に血がついていることに気づき、愕然とする室井しげるさん。その数日後に、家にいたら、ドアのチャイムが鳴り、覗くと警官がドアの前に立っていました。何日か前にこのマンションで殺人事件があったのですが、怪しい人物を目撃しなかったですか？こう尋ねる警官に、
ドラマの撮影などで多忙で、事情聴取などが煩わしいと考えた室井茂さんは、知りません、と返答。すると警官は、そうですかとあっさり引き返します。次の日、テレビをつけると、殺人事件のニュースがあり、犯人が逮捕されたことが報じられていました。その顔写真を見ると、それは昨日来た警官だったのでした。この話はかなり怖いと視聴者たちの間でも話題に。ちなみにこの話は、室井茂さんが自身のエッセイ集、すっぴん魂5に収録されており、それを伝え聞いた今田耕司さんが松本人志さんに伝えたみたいですね。ただ、この話は室井茂さんの実体験や創作などではなく、偽の警察官という、昔からよく知られた怪談話、の変形、なのだそうです。室井茂さんや松本人志さんのような著名人を通じて拡散されたので、あたかも室井茂さんが発信源であるかのように思われてしまっている、というのが真相のようです。以上、室井茂さんについてでした。